つが。お前ら、潰し屋。潰し屋？お前ら、何を。お前、横田から何を聞いてる。あいつ、いきなりパリに行くって言い出して、様子がおかしかったんだ。お前ら、横田に何をしやがったんだ。もう大丈夫ですよ。え？怖い思いなんてもうたくさんですよね。安心してぐっすり眠りたいですよね。ぐっすり眠れば今日あったことは全部なかったことになりますよ。くそ、葛城のやつ俺たちのこと潰し屋とか言いやがって。あの人って古い人間だからな。昔はよ、俺らみたいなのを潰し屋って言ったんだ。お前らが山とか谷とか呼んでる場所を引っかき回せば終わりだったんだよ。はあ。お前らがイメージとやらを使い出してから上の連中がややこしい注文つけるようになっちまってよ。テクモクマヤコンじゃねえんだからよ。まったく、お前らだって俺一人で横田とケンジに催眠かけてよ。葛城さんは大変だと思いますよ。イメージ使えれば正確だし、谷だってハマりにくいですけど。え？あ、いえ、あの、別に。あ、ほら、終わったんじゃないですか。なんだこれは。それは引き金です。白紙の手紙で混乱するように検事に暗示を入れてあったんですよ。ふん。こいつ、横田から何も聞いちゃいなかったぜ。車の鍵がなかったのもただのうっかりか。この後さ、ケンジには南の島にでも行ってもらってさ、二人でこの店やろうぜ。マジでそいつは潰せよ、ヒロキ。なんでだよ。昨夜の記憶は全部削ったんだぞ。どうして潰す必要があんだよ。横田の身元が割れればすぐケンジのとこにも取り調べが来るだろうが、その前に海にダイブしてもらうんだよ。殺すのかよ。横田の共犯って設定でな、そのために車交換して街頭カメラで記念撮影させてんだからね。記憶いじって黙らせればいいだろう。今さらそんなことしてもな、明日の新聞にはバリ行ってたはずの横田が殺人やって自殺したって記事が載るんだぞ。それ読んだ検事はどう思うよ。生かしておいたら面倒なんだよ。何が面倒なんだよ。一番ことを面倒にしたのはてめえだろうがよ、葛城。やめろ、ヒロキ。お、葛城さん、葛城さん、葛城さん、戻ってきてください。取引したいだと。弟分のケンジがそんなに可愛いのかよ。散々稼がせてやって。くそ、飛ばしやがったな。見捨てて自分だけ幸せになるつもりなのか。葛城さん、見捨てたくなかったら言えよ。やめた方がいいです。抜いた偽札は泥棒に。しまった、サトル。俺はしくじったぞ、サトル。助けろ、早く。谷にハマったのか。ったく、脅しながらシンクロするから。カツラキさん、ここは横田の弟が殺された時の記憶なんだ。横田の谷でしょ、見ればわかりますよ。分かってんならここは潰すなよ。まだ横田には聞かなきゃならないことが残ってるんだ。もう手遅れです。弟が葛城さんに変わっちゃったら辻褄が合わないじゃないですか。谷を壊しちゃったんですよ。足、横田潰れちゃいましたからね。面倒なことになりますよ、葛城さん。大丈夫ですか、葛城さん。
うわ、悪かったよ、うっかりムカついちゃって。ムカついてんな、こっちだバカ野郎。とにかくこいつはもう潰すしかねえんだよ。いや、ありますよ、ケンジを潰さないで済む方法。ん？要は横田が殺人犯になって自殺したことにケンジが疑問を持たなければいいんですよね。だったら記憶の中の横田を人を殺してもおかしくない悪人に変えてしまえばいいです。バカ言え。こいつらは古い付き合いなんだ、下手にいじったら結局潰れちまうんだぞ。記憶が噛み合わなくなるのはルールを無視してしまうからです。記憶は記録じゃない、過去の出来事にその人の心が混ざって出来上がっているんです。ヒロキならうまくやれます。そうだよ、俺たちは潰し屋じゃねえんだからね。仕事の件もちゃんと抜いておきます。そうすればもう心配ないはずですよ。潰すのならいつだってできるだろう。タバコに火をつけるのと一緒でさ。ふん、勝手にしろ。あれ、1時間後にまた来る。終わってなかったら即潰すぞ。もしかして本人吸ってるつもり禁煙、かっこ悪いだろ。あのクソガキ、一体誰が引き取ってやったと思ってんだよ。うん、まあでも潰さずに済むならよかったじゃないですか。なんだそりゃ、お情けか。俺たちはただの人殺しだろうがよ。分かってますよ、それぐらい。だったら同情なんかしてんじゃねえよ。それとも何か、今まで人様の気持ち分かって何か得したことでもあったのか。え、林に山分けてもらうまで他人の感情を押し付けられて自分じゃ何一つ考えられないデクノボーだったくせによ。まともそうなこと抜かしてんじゃねえよ。潰さないで済んでよかったな。まだ分からないよ。親友横田って映画を悪人横田に編集し直すんだからな。付き合いの分だけ長い映画だし、まずはシンクロしてみなきゃ。うん、だから早く行こうぜ。じゃあまずはいい方の横田から探そう。ケンジ、起きる時間だぞ。今バリから戻ったぞ。てめえ一人で行きやがって。なあケンジ、覚えてるか。え、俺たちの一番いい思い出だよ。ああ、あの時も二人で潜ってたよな。行くぞ司。遊んでる時間ないぞ。つかさ、見たか、オーロラだ。って、なんでそんなちっちゃいんだ。お前のスピードについていけないから、水滴のイメージになって尻尾にくっついてきたんだよ。え、俺早くなった。ああ、サトルのドアといい勝負になるかもな。あ、そう。見ろよ、じゃんじゃん降ってくるぜ。当たりだよこいつ。ケンジがこんなに横田とのことを美化してるってことは悪い印象の横田を探すのは大変だぞ。あ、そうか。そうだな、少しは真っ当な感じになるよな。飲み屋やんのも悪かねえな。そうそう、真っ当にね。二人が出会った頃まで遡ってみよう。じゃあケンジ、俺たちが出会った場所を覚えてるか。ああ、あの店だったよな。
だここは。お、あそこだ。何見てんだよあいつ。やだ、私あいつと一回だけデートしたことあるよ。やったのか。やってないよ。一回だけだよ。横田の第一印象がめちゃくちゃ悪かったんだな。やったな。この場所の横田とすり替えちまえば終わりだな。仕事の記憶も削らなきゃ。それにまだ。じゃあケンジ、カツラギの仕事の話を最初に聞いたのはいつだ。カツラギ。ああ、そいつが回してくるのはヤバい仕事だってのは分かってんだよ。なんでお前に話したと思う？え？いつ死んでもいいやって思いながら生きてるからだよ。俺と一緒でな。面白いなあんた。いいぜ。仕事の記憶はここからだから、ここを壊しておけばいいよな。ヒロキ、カツラギの仕事なんて谷に関係してる可能性が高いだろ？あ、そうか。谷の辻褄が合わなくなるのか。だから先に山と谷を見ておかなきゃ。たく、なんで谷なんか取っておかなくちゃいけないんだろうな。あんな嫌な場所行きたくねえよ。しょうがないよ。山が光なら谷は影、両方が人間らしい感情の基準になって全ての記憶の場所を形にしてるんだ。だからどっちか一つでも壊れてしまうと一気に潰れてしまう。とにかく先に谷を見てこよう。やれやれ、仲のよろしいことで。おい悟、俺も連れてこいつらにシンクロしろ。二人でケンジを潰しに行くんだよ。な、何も俺たちがシンクロしなくても。俺もイメージとやらを知っておきたいんだよ。どうやるんだ？仲良くお手手繋げばいいのか。カツラギさんはガードが緩いんで繋がなくても大丈夫ですよ。ガード？俺たちは普段は感応しないように鍵かかってるんです。だからシンクロするときはなんつうか開けるんです。お互いを触るのは開けるぞっていう合図みたいなもんです。でもそこに勝手にシンクロしちゃうっていうのはどう思う？つべこべ抜かしてねえでさっさと始めろや。すいませんね、ヒロキさん。お、これが俺の使ってるイメージです。あれ、また故障かな。たまに開かなくなるんですよね。ふざけんなよ、俺が開けてやる。あ、見ろよ司、ケンジの谷は子供時代なんだ。これならカツラギの記憶を抜いても問題ないぞ。ああ、あとは山を見るだけだな。ほら、もう開くじゃねえかよ。カツラギ、てめえ。何カツラギ連れてきてんだよ。すいません。ケンジ出てきな。しまった、谷が動いたぞ。早くここから出よう。ここがケンジの谷だ。ケンジ、ちょうどいい。どうやって壊そう。おいカツラギ、お化けが二人いたらどんなことか。カツラギさん、やめろ。カツラギ、てめえ。何だったんださっきのは。谷から弾き出されたんですよ。ヒロキさんいつもこんなすごいことやってんですか。いや、初めてだよ。ケンジは潰させないぞ。カツラギさん、もう少し時間をください。その状態でできると思ってるのか。サトルと入ります。あ、なんだよそれ、できるぜ俺。でも嫉妬深いな、ヒロキ。出てけよカツラギ、またゲロ吐かすぞ。じゃああと30分だけだぞ。どうだよあれ、できてんのかあいつら。ヒロキさんのは当然のリアクションですよ。俺たちは人に山を分けてもらってるんです。
ヒロキさんの山親は司さんなんでしょ。だから自分の山取られるみたいで嫌なんですよ。俺だって林さんにああは言われたくないですからね。おかしいな、山目指してきたはずなのに。無理するからださ、顔だって金魚のままだし。顔くらい戻せるってば、うん、ほら。え、カツラギの仕事中の記憶か。なあ、お前真面目に付き合ってる女いるのか。なんだよ急に。一人が気ままでいいんだよ。余計な世話焼いてんじゃねえよ。俺には弟がいたんだ。3歳の時に父親に蹴り殺されたけどな。あの時俺が止めに入っていれば、俺はあいつを見捨てたんだ。だからもし誰かがチャンスをくれるなら、今度こそは弟を助けてやりたいんだ。俺はずっと兄貴に見捨てられたと思ってたぜ。親の離婚で兄貴だけ母親に引き取られてよ。俺は化粧の濃い5歳に毎日布団叩きで殴られてさ、兄貴のことずっとずるいって恨んでたね。その甲斐あってか早死にしたけどな。まあケンジ、二人で店でもやってみねえか。こんな仕事でもギャラはいいしよ、飲み屋の一軒くらい持てるんじゃねえのか。二人で力を合わせてやりゃあよ。やっぱりここが山だったんだ。そうだ、まずいよ司。いいかもしれない。ケンジの山は横田との会話で出来上がってたんだ。横田の印象を変えたら山が壊れちまう。いや、方法はあるよ。横田と葛城をすり替えて今の会話を成立させるんだ。冗談だろ、なんでよりによって横田を殺した葛城を代わりにするんだよ。ここにいてもおかしくないのは葛城だけだ。それに葛城がケンジの恩人になれば、ケンジは会社にとっても使い勝手のいい人間になるんだ。司、マジで言ってんのか。ああ、ケンジが殺されないで済む方法はこれしかない。少し戻って葛城を探そう。葛城の仕事の最中だったんだ。どこかにいるはずだ。くそ、やっぱりいた。じゃあ俺は葛城をやるから、ヒロキは横田を頼むよ。うん。おい、ケンジ。あ、葛城さん、来てたんですか。なんか心配になってな。大丈夫、順調ですよ。ところでお前、真面目に付き合ってる女いるのか。何ですか急に。一人が気ままでいいですよ。俺には弟がいたんだ。3歳の時に父親に蹴り殺されたけどな。俺はあいつを見捨てたんだ。俺には兄貴がいましてね。親の離婚で兄貴だけ母に引き取られて、俺は父親の5歳にいじめられ、兄貴をずっとずるいって恨みましたよ。なあケンジよ、将来は自分で店でも持ったらどうだ。こんな仕事でもギャラはいいしよ、飲み屋の一軒くらい持てるんじゃねえか。俺も力貸してやるからよ。いいかもしれないですね。そうすりゃ俺でも少しは真っ当な感じに見えるんでしょうね。一人で店でも構えてりゃな。山の景色が変わってしまった。でもこれでケンジは殺されずに済んだ。お前が助けたんだ。なんかよくわかんねえよ。じゃあさよなら。さてと、俺もそろそろ。え、もう帰っちゃうんですか。なんだよ、禁煙やめたのか。ああ、もうやめちゃえって。つうか、葛城さんこそそれ禁煙のつもりですか。禁煙なんかするかよ、俺が。でも、火ついてませんよ。え、葛城のやつ、調子に乗りやがって。あの人って、ほら、人に好かれるなんてことめったにないもんだから、朝から楽しみにしてたんですよ。
もう俺はこんな仕事やんねえからな。夏香さん、二人で店でもやって真っ当な暮らしをしようよ。そうだな、会社に掛け合ってみるよ。